統合失調症の症状がよ、良くなってき,きました。前まであの、パソコンしたりとかですね、テレビを見たりすると、頭痛がしたんですけども、あまりしなくなりました。頭痛が収まってきましたね。であの、よ、よくね、眠れるようにな,なりました。 きはあは深夜の1時ぐらい寝て朝の8時ぐらいまで寝,寝てましたね。<laughs> あの前まですごいあのね眠れないっていうかあの 3, 3時間 4, 4時間とかそんな感じだったんであよ,よく眠れていい,いい感じですね。 神経の高ぶりが収まって来たのかもしれないです。統合失調症の症状がひどい時っていうかは、自分がパラレルワールドっていうかに行ってですね、別々のうち、自分があの、いて、で、その別々に分かれた 自分がこうな、亡くなるっていうふうな幻想っていうか、ありましたね。う <laughs> ん。あのげん、幻想っていうか、本当に、なんかこう、じ自分は、なんかこうの、呪われてるっていうかそ、そ、そんな感じがありましたね。お、思い、思い過ごしてるのかもしれないですけどね。 あの、人間は見、見たいものを見、見るって言いますよね。<laughs> みんな、もあの、テ、テレビはあの番組表に沿って放送しますけども、同じテ、テレビ番組が流れてても、別の人があの、テ、テレビ消して、パソコンして、全然テレビ、 見てないのかもしれないし、プライムビ、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 ビ,ビデオとか、み、見てるのかもしれないしね、はあああ。人間、あの、同じ時間を生きてるようにみ見,見え、見えますけど、人間バラバラなじ時間を生き,生きてるのかもしれないですね。はあ うん、僕が言えることは、今ここを大事にっていうか、あのー、今っていう瞬間を大事に生きてほしいっていうことですね。えー、まあ、あの、ととも視聴者がよ、良くなってきたっていうことの感,感想っていうか、でした。どうもありがとうございました。